誕生日ケーキみんなが用意してくれたの？すごく美味しそうだよ。ひし君とれいちゃんみんなで手作りしたのは、お店で買った方が美味しいかもってちょっと迷ったりもしたんだけど、ちゃんと私たちの気持ちが伝わるような贈り物にしたかったんだ。だから味の方はあまり期待しないでくれるかな。本当にありがとう。なんだか食べる前から胸のあたりがジーンとしちゃうよ。よし、早速分けちゃおう。終わった。結構いい出来なんじゃないかな。ゆいちゃんとレイさんはどう？うん、こっちも終わったよ。3人で協力したら大きな絵を描くのもあっという間だね。戦闘もこの作業も大切なのは仲間との連携ということだね。案外私たちに向いている仕事なのかもしれないな。